獣人格というと映画や漫画の中の話に思えますが、現実にも存在します。まずは2012年3月に建てられたこちらのスレをご覧ください。多重人格ごっこしてたら大変なことになった。一体どんなごっこだったのでしょう。高校生まで俺はいわゆる道化役をしていた。わざとバカな真似をしたりして友達を喜ばせるような役だ。お前らのクラスにもいたろ。いじめられっ子ですね、わかります。はいはい、俺です。しかし受験が近づき卒業してしまうと自分のバカらしさに嫌気がさした。道化ではあるが実はいい人みたいなポジションで人間関係のごたごたの相談に乗ることも多く、俺は人間嫌いになった。道化って言い方がなんか中二臭い。大学生になりデビューとかはしたくなかった。話しかけられても邪険にしたし、音楽聴いて話しかけるなオーラを出してれば必然的にぼっちになる。隠して俺はぼっちになった。しかし高校ではトリックスターとして立場があった分、完全に人間関係がなくなるとやはり寂しいものだ。俺は早くもうつまっしぐらになった。こうやって書き込んでるのは一が作り出した多重人格の中の一人というオチだろ。なるほど、それで自分の中に人格を作って話そう。としたわけか。人間嫌いと言ったけれどやや語弊があったかもしれない。俺は本の虫で、特に物語が好きだ。フィクションなんだからキャラクターは往々にして人間の理想型が描かれる。俺は現実と理想のギャップに嫌気がさしたらしい。俺は自分も含め、どうして人間は汚いのだろうなどと考え始めた。恥ずかしい話がかなり遅めの中二病である。そこで俺は、いないのなら作り出せばいいと思いついた。イマジナリコンパニオンの話をどこかで聞きかじったのが残ってたのだろう。俺はワナビだったので、自分が昔考えたヒロインの思考を仮想マシンとして走らせることにした。ぼっちなだけに自分で試行錯誤する時間は十分ある。俺は自分の中でヒロインの性格を1ヶ月くらいで練り上げた。ヒロインこれは深い。そして俺はそのヒロインを自分の中で自分と会話させることで日々の寂しさを紛らわせることにした。ここまでは予想通りだったし何も弊害はなかった。だが予想の範疇を超えたことが起こり始める。自分が作り出した人物と会話をさせる？これこそが一致がすれたいでも言っている多重人格ごっこというわけです。しかしまあ考えてみれば本当に気持ち悪い話だ、我ながら。ちなみに一致は男だ。つまり考え方によっては俺はオカマになってしまうなわら。素晴らしい。わかるわかる。俺本体はクズなのに俺のネカマ人格はすごくいい人。異性の人格か、ちょっと面白そうだな。一致の気持ちがわかるスレミンもちらほらいるようです。そのヒロインの人格も定着しきり、意識しなくても反射的に脳内で会話が成立するようになった頃、俺はあることに気づいてしまった。どうやら俺はそのヒロインに恋をしてしまったらしいのだ。笑ってくれて構わない。つまるところや思い人の出来上がりである。当たり前といえば当たり前かもしれない。逃避が目的の妄想を相手して理想形として描かれる。この場合、俺の理想の女性像が描かれてしまったのだ。なんていうかすごい。想像力豊かなんだな。ふん。途中で虚しくなったりしないのがすごいね。やっぱりそれ可能なのか、夢が広がるな。しかし俺は自分の汚さ矮小さをある程度自覚していた。他人が嫌いというのもあるが自分が嫌な人間だということもあり俺は友人を作るのをやめたのだ。ましてやヒロインなど、ということで俺は悩んでしまった。それ宗教にハマるタイプだから気をつけろよ。心当たりから彼女、かっこいつまでも名無しなのはかわいそうなので仮にレイコとするの意識がわからなくなってきた。今までは自分の書いた脚本を棒読みさせていたのに、気づいてみたら脊髄反射で会話が続くのだ。俺は怖くなったが恋をしてしまった以上やめられなかった。これはレイコという人格にスレヌジの人格が乗っ取られ始めていたということなのでしょうか。レイコとの奇妙な生活は続いた。告白はできなかったし、向こうも気づいているのかいないのか、関係は進展しなかった。そしてさらに予想外の出来事が起こる。ふと気がつくと、自分の思考がレイコのものになっているのだ。この問題はこうして解けばいいのよね。などと思考言語の侵食に始まり、気づけば会話の最中、どちらが元からあった人格なのかも迷う始末。焦りは感じたがやめようと思ってもごっこはやめられなかった。感覚がよくわからんな。スレミンの言う通りよくわからない感覚ですが、自らの症状をさらに詳しく書いていきます。ありもしない肩にかかる髪を手で撫でつけようとしたり、今まで興味もなかったようなゴスロリ着た女の子を可愛いと思うようになったり、俺はまずいと思った。オカマになるくらいならまだしも、このままでは俺が俺でなくなってしまうと。しかし話はまだ終わらない。二人で会話していたある日、会話の内容は忘れてしまったが、突然レイコが表現した。ステレオタイプの悪女みたいな感じ、と言ったら良いのだろうか。これを裏レイコとでもしようか。今から考えれば自分の理想を守るための防衛みたいなものなのだろう。俺は裏レイコを否定し、レイコとは別人格として認識した。お前ただの病気じゃん。さっさと精神科に診てもらえ。病気といえば病気なのかもしれないがとりあえず日常生活には支障をきたしていない。診断されてない鬱一歩手前の人間でもきちんと働けるのと同じ。自分から鉄格子に赴く必要はないだろ。何かしらの病気ではあるのでしょうが、日常生活に支障をきたしていないのは意外です。極めつけに、とうとう俺は自分とはどんな人格だったか、何が存在理由だったかもわからなくなり、今までの、俺とはどこかずれた、俺が主人格、になった。
この辺説明がうまくできない。別人格と融合しちゃったか。融合とかかっちょええわら。人格に恋をするって稀にあるらしいね。ところで、ストレイコのスペックはよ。スペック。俺、大学生、身長165、セルフレイムのメガネ、顔はわからん。レイコ、同い年、髪はストレートのロング、明るいけれど聡明な娘。裏レイコ、体はレイコと同じ、性格、口調が異なる。要は脳内人格が二重人格なのである。むしろこの一致が作られた人格なんじゃねえの。考えようによっては俺が作られた人格だろう。生物学的には男と分類されるが、そのことについてはこれから話す。悔しいが、気づいてみれば俺は裏レイコも好みの女性像だった。ベクトルこそ違えど理想には違いなかった。卑近さを感じさせない超然的な強い子。これではどっちを選べばいいのか。だんだん俺は疲れてきた。俺はしばらく寝込んだ。寝れば考えずに済むし、会話をしなくても済む。彼女たちのことは好きだったけれど、もうさすがにこれ以上は無理だと思った。内容がこれなだけに誰にも相談なんてできないしな、そもそもいないし。考えようによってはこれが良かったのかもしれないし悪かったのかもしれない。気がつけば二人はいなくなっていた。自分の元の人格忘れてペルソナが主になったんじゃないの。二つの人格忘れ主の中からいなくなったようですが、その後の性格はどうなのでしょう。今はぽっかりと穴が開いた気分、というやつ。喪失感は半端ではないし無気力感に苛まれる日々を送っている。でも彼女たちは消えてしまったわけではなく、どこかに残っているらしい。俺はよく自分の、こんなだったっけ、みたいなことを感じて不安になる。彼女たちの一部が行動の節々に時折現れるし、会話は成立しないものの、話しかけられた気になることも多い。なんか微妙に大変そうな状態だな。メンタルクリニック受けたら案外スッキリする方法が見つかるかもな。専門家だからな。日本人は精神科に行くことにものすごい抵抗を持つからな。っていうかそういう風潮だからな。アメリカみたいに風邪ひいた時のノリで行ける風潮が欲しいよな。一番やばいのは左利きになったこと。もともと俺は両利きだったが普段は右を使っていたらしい。親に左利きに変えたのかと指摘されて気づいたが、どうもこっちがしっくりくる。思えば彼女たちは左利きだったかもしれない。まあこんなところか。正直自分でもどこまでが想像なのかわからん。創作と思ってくれても構わない。質問あれば俺のことでもレイコのことでも答える。とりあえずここまでご清聴いただき感謝。その後もいろいろと大変なことがあったようですね。ここからはスレ主がスレミンの質問に答えていきます。どれくらい会話すれば応答化するようになるん。人によるんじゃない、としか試すのはあまり進めない。大学ちゃんと言ってる。端から見れば多分普通に生活してるように見えるはず。感情を偽ったり抑えたりするのは得意だし。もともと陽気だったならあり得る話だ。なんで後になって、もともと陽気だったらしいと知れたのかが謎だが。書き方が悪かった、陽気なのは多分本当。ただこうやっていろいろあって混乱してるし、過去も用自信が持てなくなった。使おうと思えば右手も使えるし。多重人格とは違うと思うが、俺も自分が嫌いで、理想の人間になれるように自分にいろいろなキャラ設定をする癖がある。おかげで自分の本当の気持ちがどれなんだかわからなくなってしまった。ある意味では自分の理想を確認しそれに近づいてはいると思う。ただ特に人の目を気にする八方美人はそういう状態になりやすい。自分の価値観を他人によらずに確立しとけよ。人の目を気にするような奴は嫌いだと思いながら自分が一番気にしてるんだよな。そういう自分が嫌いで理想の人物像を探してそれになろうとするんだけど、結局それも周りによく見られたいからなんだっていう無限ループ。そうだな、結局嫌いなはずの人間にどこかまだすがってるんだろうな。過度な期待や失望を抱かずに生きろよな。まあそろそろ寝るわ、いい夢を。スレ主と同じような悩みを持つスレミンにアドバイスを送り、スレは幕を閉じました。次に紹介するスレは2013年10月に建てられたこちらのスレです。多重人格の女と付き合った結果はな、見た目が一緒とはいえ合法的に浮気できてグー楽しい。乖離ってやつ。そうそう、乖離性障害ってやつ。どんな感じなの。もうそのまんま多重人格。子供もいるし、媒もいるし、ジェイシーや嘆願や人魚までいる。そしてこれがまたうまいこと言って、その全員から好かれてるから公然と浮気してるよ。中には男の人格とかあるだろ。そしたらあんなの。男はいないなわら。レズならいたけど最近男も好くようになった。人格が変わるタイミングとかあんの。結構勝手気ままに。中の奴らが楽しそうだからと言って出てきたこともあったり、主人格が眠たいからちょっと寝てくると言ってそのまま変わることもあるよ。嘆願や人魚までいる。釣られないぞ。脳内設定ではな。結構カオスだぞ。乖離性障害て。嘆願は実際どう見えてるのか知らんけど嘆願らしいし、人魚は出てきても足が動かせないらしい。計何人だよ。13人だったけど1人失踪して12人。原因はよ。ガチレズで副人格候補の子が1人いたんだけど、実の母親に、うちの娘を返せ、うちの娘はもっとまともなんだ、お前みたいなキモいやつじゃない藤子藤子っていう一件があってから次第に姿見せなくなっていった。乖離が始まったのも母親のせいなんだけどね。そのうち攻撃的な人格が現れて危ない。もうすでにいるよ。殺したくてたまらないけど好きだから殺したくないって矛盾があるらしくて、
数秒首を締めさせてあげることで今は落ち着いてる。中二病的なあれじゃないの。診断書もある立派な病気だよ。中二臭いのはわかるし、実際キーの目で見られることがほとんどだがね。実際多重人格って二次元みたいにまるっきり別人みたいになるのかな。それともおとなしい奴が急にキレたりって程度なのだろうか。完全に別人になるよ。見た目が一緒でも、慣れたら表情でも違いがわかるほどに。中身が変わると表情まで変わってしまうのですね。それがわかるスレ主もなかなかなものです。オリジナルは他の人格と交流あるの？あるよ。みんなめちゃくちゃ仲良しだから、中で遊んだりしてるらしい。何してるかはよくわかんないけど、JC は幼女、かっこ多分小学校低学年くらいとお絵描きしてるって言ってたな。面倒じゃないの。全部の人格名前同じ。それぞれに名前があるよ。新しい子が出てきた時は大抵俺がつける。あだ名程度のものだけどね。例えばどんな名前？例えば人魚なら人魚、魚、サナちゃんと名付けたり。直感だからネーミングセンスは言わないでくれわら。統一させようとか思わんのか。本人がそれを、はっきりとは言わないが嫌がってるのがな。子供の頃クソ親から虐待を受けていた自分を唯一守ってくれた人たちだから、と。でもお医者さんからは、このタイプの乖離は欲求不満から来た人格が多いから、幸せになるにつれ多くの人格は不要になってくるから、あなたが人並みの幸せを与えてあげてくださいと言われた。みんな性別は女なのか。男はいないけど、性別がわからない子ならいるよ。中の子たちが言うには、見た目が雲、蒸気、の塊のようでわからないらしい。リーダー的な人格はいる。主人格の他に、等級人格と副人格というのがいるよ。それぞれ統制と管理を行ってる。で、お前はどの人格が好きなんだ？主人格。これだけはこれからも変わらないし他の子にもそう言ってる。せ、の時はどう？人格によって違ってたりするの？変わるなぁ。感度や性感帯が露骨に変わるんだ。1セット終わってからぐったりしてるなぁと思ったらいきなり元気に襲いかかってきて、私も死体から出てきた、と言ったり。楽しいぞ。浮気許さないアンデレちゃんいないの？みんな仲いいからなぁ、主人格が唯一、軽く嫉妬するくらいか。他の子とせ、やキスするときは、私に最初にしてからというルールがあるわら。等級人格と副人格についてもうちょい詳しく。等級人格は、他の人格が悪さをしないようにするための役目。ってとこかなぁ。お姉さんみたいな人なんだけど、他より少しだけ大きな力を持ってて、主人格にとって不都合なことをしようとしたら止めてくれる。反抗期の JK の人格がリス化しようとしたこととかあるんだけど、その時はその等級人格の子が止めてくれた。ちなみに中ではそれは暴力という形で見えてるらしい。怒ったらとっても怖い。副人格は割と出てくる人格というか、主人格がストレス、格好もに母親でとっさに引きこもった時に出てくるよ。JC とも、するの？JC にはまだ、は早いわら。俺が主人格と、するときは、等級人格のお姉さんが幼女や JC を眠らせてくれてるからまだ見てもないんだと、中和したよ。はじめ、多重人格って分かったとき12人が同じ日に出てきたのか、それとも、日数を重ねるごとに少しずつ出てん。どちらかというと、少しずつ。あまり一度にたくさん交代すると頭が痛くなるらしい。ここでみんなが気になる各人格の特徴をスレ主がレスします。主人格、彼女。割と嫉妬するタイプ。妹、弾丸。副人格。主人格をお姉さんと呼び、コミュ障。あとスマホがうまく使えない。ヒー、JC。お絵描きが好きで割とおとなしめ。サナちゃん、人魚。交代時は足が動かせなくなる。俺を溺愛。川さん、等級人格。おっとりしたお姉さんだが怒らせると怖いらしい。俺は怒るとこ見たことない。前、反抗期、おそらく高校1年生。主人格がオシャレに疎いので、だいたいこいつが主人格のファッション担当。通、幼女。超ワンパクっ子。プリン大好き。スーパーに行ったら勝手に出てきてプリンをこっそりカートに入れてくことがある。なる、レズっ子だけど最近俺のことが好きになってくれた。一人称は僕で、タバコに興味あるらしいけどやめてる。リン、束縛欲のゴンゲ、なぜか放送欲というか、いろんなものを縛ったり包んだりしたくなるらしい。俺も一度タオルで縛られたことがある。トール、中での見た目が透明らしい。芸人気質でバラエティやお笑い番組が好き。クモ、クモの見た目だからこの名前。最近生まれた。食いしん坊で、主人格の中に溜まる、黒いの送ってるらしい。お医者さん曰くストレスに似たなんからしいが、完璧な浄化作用というわけでもなく、まだ謎が多い。七し、JK その2。雨の日に出てくる雨が好きな子。それ以外はよくわからない。こうして見てみると完全に違う人格だということがわかります。しかしあまりの違いからか信じられないスレミンも現れます。それ演技してるだけだろ。バカなの。実際目の前にしてもそういう人はいるからね、仕方ない。でもよく見てたら、ものすごい差があるよ。びっくりする。嫌いな人格とかおらんの？いないよ。みんな仲いいしみんな俺のこと好いてくれてるからね。ただ、その幼女の子は、いきなり人前で現れて、お菓子食べたい。とかわりと大声で言ったりするからちょっとやめてほしいかなわら。幼女の人格なので仕方ないのかもしれませんが、これはちょっときついですねわら。質問なんだが、他の人格の時の記憶ってあんの？ないらしい。
他の子で食事を済ませた後主人格が帰ってきて、なんか口の中キモい、何食べたのってなったことが多々ある。彼女はクソ親と離れられたの？離れられたよ。この人間だけはダメだと思って、すぐに引き離した。そいつは良かった。どんだけクソなんだよ。父親はどうなんだ？ずっと前に離婚してるんだ。幼稚園くらいのガキの頃に、主人格の最初の帰りは、毎日繰り返される夫婦喧嘩を聞きたくないなぁと思っていたら妹が生まれて、自分の耳を天から塞いでくれたらしい。そうすると夫婦喧嘩の騒音が聞こえなくなったんだと。多重人格はやはりストレスなどが原因で引き起こしてしまうことが多いようですね。一致は面白がってるけど実際はそんないいことばかりじゃないからな。まあ苦難も多かったけれど、さすがに話してもお前らつまんないだろうからな。こういうのは幸せなとこだけ知ってもらえれば十分だ。というか俺が語りたかっただけなんだがね。わら、明るく振る舞っているスレ主ですが苦労も多かったようです。それでも明るく振る舞うことができるスレ主だからこそ彼女と続いているのかもしれません。正直今誰なのかわからんこととかあんの？名前間違えたらどうなんの？誰って普通に聞くよ。名前間違えたら怒るけど、向こうも呼び方とかで結構こっちに理解してもらおうとしてる。イッチはこれからどこまで彼女との関係を繋いでいくの？結婚とか考えとる？もちろん結婚するつもりだよ。他の子がどうなるという明確なビジョンは見えていないけど、幸せにしてあげたいな。人魚とやるときはどこに挿入するの？普通に女性器ですがな。足が動かせないから俺が開いてあげるけど本人は、よくわからない感覚っつってるな。イッチの彼女は仕事しとんの？お仕事してるよ。飲食というか食堂というか、いつの間にか日付も変わってるし、俺はそろそろ寝るわ。付き合ってくれたみんなありがとうな。もしみんながそういう人と出会い、深入りすることがあったのなら、彼らは体はないけど、人格は本当に一人の人なんだと理解してあげてほしい。他の子がこれからどうなるかはまだ明確にわからないけど、すべて含めて俺は彼女を愛し続けます。じゃあね。なんかぬくもり手に溢れすぎてて、おかしくなりそうだ。おっつー、その状況を乗り越えたらこれから先大抵のことは乗り切れるさ。無理すんなよ。以上です。多重人格というなかなか出会う経験のない未知の世界を少し覗くことができたスレでした。皆さんのご感想をお待ちしています。